りました。カイトークでございます。やった。いやこの日がすごく毎月楽しみです。今回もですね、怪談や怪談にまつわるお話、怪談に全然関係ないお話もひっくるめてのんびりお話できればと思っております。 LINE 通話を利用しましてご送いたしますので、音の代償やね乱れ等あるかもしれませんが、ご了承の上楽しんでいただけましたら幸いでございます。さあということで早速お呼び込みしたいと思います。まずは響さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。いやもう本当に、はい、毎回楽しみですよねこれそうですよねいやもう多分もうちょっと漏れ出てますけどね、僕のこの変なテンションが、はい、そうですよね。いやもうありがたい限りです。本当なんかその怪談を付随した話とかその辺をなんかのんびり喋れる機会って実はあんまないんですよね。そうですね、あの、うん、当然こう怪談とかをこう立て続けにとか連鎖してっていうのも面白いんですけれども、うん、結構一個の話とか割とそれの周りの話を、うん、考えるっていうのはなかなかないですし、逆に結構毎回そうですけど、うん、あの怖いですよね。なんかあそういう見方もあったんだみたいな。そうですよね、確かに確かに、はい、だからそれが結構毎回楽しみで、うん、だからいいですよねいいですいや本当僕も毎月楽しみなので今月もよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあそして茜さん、よろしくお願いします。チョコバンは紅の音と書いて茜でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。カイトークですよ。そうですね、なんかいつの間にか夏が終わっちゃいましたけど、この秋の夜長にぴったりな番組だなとしみじみ思って今日も楽しみにやってまいりました。なんて素敵なコメントはい、皆さんも秋の美味しいものをつまみながら聞いていただくなんていうのもいいですね、はい、あ最高ですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそれでは茜さん、番組のご説明をお願いいたします。はい、この番組は怪談を喋るのも好きですが聞くのも大好きな怪談家アミによる怪談好きさんをお招きしての怪談と怪談を楽しむトーク番組です。こちら音声メインでの放送となります。怪談に入りましたらいただいたコメントをあまり読めませんので、ご了承の上楽しんでいただけると幸いです。ありがとうございます。それでは、この方々にもご登場いただきたいと思います。まず井山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです何ですか、なんで一言目からそんな息が弾んでるんですか。いやあのもう皆さんの序盤のトーク聞きながらもうまだかなまだかなと思いながらこの興奮が収まらぬうちにみたいな感じですね。そうですね、全然収まってないですもんね、はい、ちょっとあの怪談の種になりそうな話を聞いたので、うん、ちょっとこのそうそうたるメンバーの皆さんにちょっと聞いてほしいなって思いがありまして。あ本当ですか、いつ、はい、聞かせてもらいますそれ。え、じゃ今日です今日ダメなんですか。あ今日、なんで今日ダメみたいな前提で今話してきたんですか。あ、いやそんなことないですけど、はい、いつじゃ今日よかったら聞いてください。はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあそしてケイシさん、よろしくお願いします。本当今日悩んでて、はい、朝からずっとなんかオープニングのねネタが何にも思いつかなくて。ちょっと待ってください、オープニングネタいらないんですよ。いやあのさっきもちょっと地下鉄のベンチでね、あの、はい、知らないおじさんとコーヒー飲みながらこういろいろ話しちゃったぐらいだったんで。ちょっと待ってください、いや、本当困った。いやアイデアを話すとかじゃなくてまず知らないおじさんと地下鉄のベンチでコーヒー飲みながら話してたんですか、はい、いやまあちょっとねあの、まあ、ちょっと知ってるおじさんなんですけど人生についていろいろ1時間ぐらいなぜかあの地下鉄 の, あの、CA 地下鉄のねベンチでこうずっと話してた感じだったんで、はい、でもうあそうだでもう僕行かなきゃって言って戻ってきたんで。ちょっと知ってるってどういう関係なの、うん、階段ですか、想像つかないですよね怖いですよね、なんとなく知ってる人なんですけどね、うん、まあまあちょっといろいろねなんかねそれでだから本当今日全然思いつかなくて、せめてものサービスでなんか今ものすごい格好してるんですけど、はい、見えねえなとか思って。いやだからあの音声放送ですし、うん、あとどっちみちカットするんで何もしなくて大丈夫ですよ。あそうあの下手すると名前言う前にカットされてますからね。はい。あ YouTube 版の時。YouTube 版の時びっくりしましたね。うん、はい。でもね本当楽しみです。前回もその熊っぽくで盛り上がったり、はい、本当にこの番組面白いですよね。そうです。本当にその、はい、生の
熊体験の人たちがね、うん、今の鈴木のの熊状況とか聞ける番組ないですからね、本当に。確かに、はい、対談だけじゃなくて本当にためになる番組ですよ。もうこれで北海道行っても安心ですからね。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、しずくさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しずくです、よろしくお願いします。あの、本当順番すみませんね。あ、阿部さん悪いって。毎回ケイシさんの下りがちょっとどうやって入っていいか分かんなくなるんですよね。普通でいいんですよ、しずくさんは。あら、しずくさんの声大好きですとか、しずくさんとか来てる、この後はやりづらいでって言ってます。ねえ、もう皆さんどう思います？ここから無理ですね。もういつも叱られちゃって。普通でいいんですよ、大丈夫です。あの、結局 YouTube 版だとケイシさん、あの、いないことになってたりするんで普通でいいんですよ。この間モザイク入ってましたもんね。そうなんですね。しずさん、最近はどうですか？結構怖い話とか聞いてます？聞いてますよ、相変わらず、うん、今あの連続して聞いてる話があったりとか、あと、はい、あのめちゃくちゃ不思議な話を今聞いた、この間聞いて、それあの怖いんじゃない、不思議な話なんですけど、今日もし喋れたらなと思って。うわ、ぜひ、いいですね。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、いやー、古市さん、さっきのしずくさんの話もそうですし、まあ、皆さんそうかもしれないですけど、はい、やっぱこう聞いちゃいますよね、なんか不思議な話ありますみたいな。ね、はあ、でこれですね、まあ、怪談っていう話じゃないんですけど、改めて昨日ですね、はい、僕、ちょっとまあ代官山とある場所でちょっとまあ DJ をやる機会があったんですよね、うん、まあね、僕も結構大好きなんで、やっぱこう集まってる方とか、共演してる DJ の方とかに、はい、やっぱ聞いちゃうんですよ、ついつい。はい、はい、もう昨日若干僕酔っ払ったんで、もう枕トークなしに、はい、ある男性にですね、はい、幽霊見えますって聞いたんです、僕。正直、大抵の場合は、いや、そんなないですとか言われるケースがほとんどなんですけど、はい、だからちょっとびっくりしたのが、はい、その男性も間髪入れず、はい、そりゃ見えますよって言ったんですよね。えってテンション上がるじゃないですか、こっち、すごい。テンション上がりますね。で、マジっすかって言ったら、その男性が本当に嫌そうな顔して、だってあいつら気づいたら、こっちに来ますから、みたいな。だから僕、そういう話嫌いなんですって言われたんですよね。だから、ある意味、すごいリアルな反応というか、やっぱ本当に見える人っていうか、っていう方は、やっぱりこう、なんでしょうね。やっぱちょっと、まあ、困ってるというか、やっぱすぐこう来るらしいんですよね。割とそういう反応ってすごい、まあ、ある意味生々しいというか、こう、今リアルだなと思ったとこはありましたね。僕もだから結構普段頼ってる人とかに、はい、ちょっと今回のスポットやばそうなんで現場ついてきてください、絶対嫌だって言われますもんね。ああ、ある意味そうリアルなあのリアクションなんでしょうけどね。すごいな、でも当たり前のようにそんな返してこられたらこっちがびっくりしますね。そうですね、まあ、うん、でも頑張って聞きましたけどね、僕。こういう方の話ってどういう感じなんですか、はい、本当に嫌そうなお話なんですか。あ、でもそれはあれですね、まあ、シンプルに向こうに自分のこと見えてる、その幽霊がですね、こう、うん、そういうに気づいてくとやっぱついてきちゃうらしいんですよ。でその方が言うにはそんなにまあ害はないんですけど、やっぱついてこられると嫌ですねっていう話をされてて、うんうんうん、はい、だから、まあ、具体的なエピソードっていうところで、まあ分かりやすいのはなかったんですけど、はい、まあ、ただやっぱりもうしょっちゅうあるって言ってましたね。へえ、はい、井山さんどう思います？で見える人の話はだからやっぱ見えない僕らからするとやっぱ常識がまず違ってますよね。うん、その怖いじゃなく、その多分その人の反応も見つかったら来るから嫌だみたいな、ちょっと面倒寄りというか、うん、恐怖とは違った観点のお話をされるじゃないですか。はいはいはい、だからそういうのを聞くとなんかすごい興味深いというか、見えないから怖いんだなっていうのもあるのかなっていう。うん、ああ。
なるほど。まあ、その、そうですよね。こう見えてる方で言うと、まあ、当然怖い例もいるのかもしれないですけど、うん、まあ、今、井山さんおっしゃったみたいに、その本当に、あ、めんどくさみたいな、なんかそんな感じの言い方でしたね、その彼は。まあ、そうなんでしょうね。だって、あれね、ヤースも今でこそ結構喋ってくれますけど、最初の頃は本人が不思議がってましたもんね、怪談として喋ること自体を。でしたね。うん、なんとか井山さんとかと頑張って口説き落としてこっち側に引きずり込んだって感じですよね。本当そうですね。本人はもう普通に見えたりするからなんか嫌なんすよみたいなスタンスだったもんね。はい。ああでも、あ、そうだ、あの、そうですよね。だから怖いっていう感覚ではないのかもしれないですね。だ、普通にそこにいるっていう感じなのかなと思いますけど ね。だから安なんかも未だにそのみんなが怖い話として喋ってる、そのここが怖いんですよポイントみたいな作り方が分かんないって言ってましたね。ああ確かに怖いとしての体験じゃないから、うん、当たり前みたいな体験だったから、あ、ちゃんとそういう人を掘り当ててくるあたりがさすが響さんです。なんでしょうね。こういや、まあ、正直、まあ、全くこう外れる時もあるんですけど、うん、まあ、たまたま、はい、いらっしゃいましたね、そういう方が。あかねさんどう思います？リアルの生きてる人と、うん、その幽霊が見分けがつかないっておっしゃる方とかもいらっしゃるのを聞くと、うんうんうん、そんな日常が自分の中にこう広がってたら、はい、普通に生活できないよなって思って いつも聞いてました。確かに。はあ、でもそうですね、あの、僕、あの、知人の行ってる美容室があって、はい、でなんかそこの美容師さんが言ってたって話を聞いたんですけど、うん、その美容師さんもやっぱり昔から見える人らしいんですよ、うん、でその美容師さんも、あの、本当に幽霊がもうバンバン見えるんですけど、やっぱり気づかれると向こうにですね、うん、霊に気づかれるとこっち来ちゃうらしいんですよね。なのでちっちゃい時からそうなんで、基本的にこう自分は気づいてないよっていうのをこう出すじゃないんですけど、やっぱそういう状態にしとかないといけないらしいんですよね。だから、あの、その方が言うには、その喜怒哀楽の感情っていうのが表情に出なくなったって言ってたんですよ。へえ。だから見て、うわ、いるとか、うわ、怖いとか、気持ち悪いっていうのをこう出しちゃうと、あ、気づいてるってこっちに寄ってくるらしいんですよ。へえ。なので基本的にはもうそういう時ってこう感情を無にするようにしてたらしくて、その方が言うにはですね。だ、それやっていくと、だんだんこう中学高校になってきた時になんかあんまりこう感情が外に出ないような感じになってしまったみたいなことをおっしゃってましたね。あですね。しずくさんなんか結構ご自身もそういう体験あるけど、どんな感じでした？あ、見えてた時ですか？はい。私の場合は自分に来られたのって1回しかなくて、うん、他の時はあのただただそこにいて、後から、うん、人間じゃなかったって気づくだけでしたね。いや十分怖いですけど、それ何をきっかけに気づくんですか？一番単純なやつは、あの、すぐに消えちゃうやつです、うん、目の前とかも楽しみだし、瞬間に消えるとあっってなるし、あとその、うん、後々になって実はあのみんながあの時反応しなかったのは見えてなかった、私しか見えてなかったんだって気づいたり、あ、そこで事件が起こってたってことを後でしたり。なるほど、うん、はい、あの、響さんの話聞いて思い出した話があるんですけど、一個してもいいですか？あ、ぜひ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 。よくあの私のそのニコ生に来てくださる雪丸さんという方から聞いた話なんですけど、はい、その方の義理のお兄さんのお友達がその、うん、まあ、その人 A さんとしてきますね、で、うん、B さんから心霊スポットに行こう絶対誘われたんですって。で、じゃあもう一人 C も連れて行こうって、この C さんが見える人なんですよ。で、まあ、あいつ連れて行こうぜって3人で心霊スポットに行って、で、遊歩道みたいなところをずっとこう歩いてたんですけど、途中で C さんが、あ、ちょっと静かにしろ、お前ら。なんか聞こえねえかって言い出したんですって。で、え、何何ってしばらく耳を澄ましてると、その A さんは遠くの方で、なんかこう鼻歌みたいなのが聞こえる。なんか、うーん、うーん、うーんって、なんかちょっと機嫌良さそうな鼻音が聞こえるから、あ、あれ？たら、うん、お前も聞こえるか？たら、うん、聞こえるけど、でも B さんは、え、全然聞こえない、え、何何って言って、もう本当にキョトンとしてるんですよ。で、そのうち C さんが、あ、これちょっとやばくない、あ、ダメだ、やばいやばいやばいって言い出して、
で普段はその C さんめちゃめちゃ落ち着いて、少々何か幽霊が出ても何もこう動揺するタイプじゃないんですけど、あのすごい慌ててて、あダメだやばいもう逃げるぞ行くぞって言って、その2人を連れて車まで行って、でもすぐに車出せって車を出して、町まで行ってもう大丈夫だろうってとこで、もうどうしたんだ、 何があったんだよって言ったら、いや逆にお前らもうあんだけのことが起こってよく平気だったなって言い出したんですよ。で A さんはその鼻歌聞いてただけだったんで、あ何あんなの別に鼻歌聞こえてただけだろって、えいや違うよ違うよって、あの女が立っててもうすごい勢いでああって言いながら近づいてきたじゃん、うわって言うんですって。でも B さんは何も見えてない、 A さんは鼻歌だけしか聞こえてないっていう、だから見えてた C さんにだけ向かってきたっていう話なんですよ。うわあ、すごいですね。うわあ、うわ、一回歌ったことによってどのくらいそれぞれが気づくかって試したんですかね。そのああその解釈もある。ああ、だ B さんは歌ったけど聞こえない。A さんは聞こえたっぽい。でも明らかに C って人はこっち見てるなっていうのをそれで判断して、わーって来たのだとしたら。なんか気づくたび定期的にそこで何か歌ってるかもしれないなとか、ああ選んでますよね聞こえる人、はい、うわ選んでたのか、ね、うわ怖いですね、うん、いやだからもうある意味変な話ですけど、向こうも慣れてるじゃないですけど、はい、こいつ気づくかなみたいな、はいはいはい、誰が気づくんだろうみたいなことを試してるみたいな感覚もありますよね、ある意味では。うん、はい、あれありましたよね、響さんの知人の女性の方に聞かせていただいた、はい、あの東北の方で生まれ育って今都内におられる女性の方が、小学校の時 の、 あのお盆の夏休みに家族とあの墓地に行った時に、はい、結構田舎町だから畑2つぐらい挟んで向こうの方に普段自分が通ってる小学校が見えて、校庭から手振ってる女の子がいたけど誰かなと思いながら、まあ、とりあえず手振ってくれてるから振り返したら、その子が直後にその墓地に現れて見つけたって言われてうってそのまま倒れちゃったんですけど、真夏だったんで両親が病院に運んだら熱中症とか なんかそういう診断されて倒れたことになるけど、その後新学期登校してったら、なんかその夏休み校庭で工事をしてたら白骨死体が発見されて、それが同い年ぐらいの女の子だったみたいな。はあ、もしかしたらあの女の子は自分に気づいてくれる人が見つかるまでずっと手を振り続けてたんじゃないかみたいな、はい、あそう思うと、あの時墓地に突然現れて目の前で言った見つけたって言われてたと思ったけど、よくよく考えたら見つけてって言ってた気がするって後から気づいたっていう、はい、うわいやでも不思議っていうか怖いですよね。見つけてくれる人を探してたんでしょうね、ずっと。ああ、まあそういうことですね。だから手を振り続けて、うん、誰か私のことを見つけてっていう思いっていうのが、あの話は怖かったな。そうですね、怖いちょっと切ないですよね、うん、はいはい、うん、そっか、そこまでいかないと怖いだけで終わっちゃいますもんね。うん、そうですね、やっぱ気づいてほしいっていう、まあ、思いっていうのが、うん、まああるのかもしれないですよね。しずくさんは逆にこの気づいてほしい的なものに相対したことはあるんですかね。子供の時はあった気がするんですけど、大人になって1回だけあったやつは追っかけてきました、うん、すごい 車に追いついてこられて窓を叩かれました、トントントンって逃げましたけど、めちゃくちゃ怖かったです、その時は本当に。それも掘れば何かもしかしたら切ないような話につながるかもしれないですし、うんうん、逆に連れてこう引き込もうっていうやつかもしれないですもんね。うかつには判断できないですよね。そうなんですね、はい、ただそこで実際お亡くなりになった人がいるのはもう分かっていて、え、
はその橋の欄干にロープくくりつけてそこから飛んで首をつった方がいらっしゃるんですよ。うわダイナミックな怖いな。それも後で分かったんです、うん、うわあこれはちょっとケイシさん怖いですね。知り合いの方で、ね、今静さんの話聞いてもらったんですけど、うん、車でね富士の樹海の方にそれ家族キャンプでね行こうとして走ってたらしいんですよ、はい、それで、だ近くの高速かも一般道かちょっとあれなんですけど車で走っててふっと目の横に何か映った気がしたんで外見たら、うん、女の子が並走してるんですって泣きながらなんかすごい顔くしゃくしゃに。ただ道路じゃなくてガードレールの上をね細いガードレールだから板の薄いやつですよね、うん、それの上をね車と並走してるんですこっち見たら、それでただね足元がこれが分かんないんですけどなんかざっくり切れててその足の裏から血が出て要は鉄板の上を走ってるんで、うん、血が出てるんですって。で足元血だらけの女の子が薄いところを自分の車を追っかけるにずっと並走してたっていう話をね見たことが見ちゃったんですよ。だからいい加減ついてきたって言ってました。最後はなんか道が分かれたか渋滞したかガードレールが切れちゃったかだって言ってたんですけどその間しばらくね、うん、ずっとねガードレールの上をね走りながらね自分助手後ろの後部座席の左の窓側乗ってたらしいんですけど、うん、だからすぐ真横で女の子が泣きながら血だらけの足で走ってるのを並走されたことがあるって話しましたけどね。とんでもな、それは子供の時にすごい印象に残ってるって言ってましたね。で明らかに泣いてるんですってこっち見て泣いてるんですって自分の方を見て、で必死に走って血だらけで走ってるんだけどただもうもちろん車結構なスピード出てるしそれもガードレールの上だって浮いてるんじゃなくてガードレールの上に、まあ、食い込んでるから血が出てるっていう痛々しい今痛々しいってコメントありましたけどそういう感じでザーって来るんですってもちろん他の人は見えないですけどっていう話を聞いてたのちょっと思い出しました。これ何そうですね。なんかビジュアル的にもちょっとまあびっくりしますよね。うんうん、相当驚いた。はい、でしこう車と同じスピードで並走してるというか結構なスピードで走ってるとこだと思うんで、うんうん、うわちょっと不思議っすね。うん、そこで亡くなられたとしても富士の樹海でも自殺とは思えないですよね。ですから、女の子小学生ぐらいの女自分と同じぐらいだって言ったから多分小学生低学年ぐらいの話だったと思うんですよ聞いた時に。僕ら自殺じゃないですし事故でもなんか変だし、はい、なんかねその薄い鉄板の上歩けば確かに血だらけになるけどそれが幽霊も物理現象みたいな感じで出てるっていうのは余計ちょっとねっていうそこが一番怖かったという話でしたね。これ今ちなみに誰かお茶飲んでたりとかします？僕飲んでないです。飲んでないです。あれ水の音みたいなのってしませんでした？してないですか？ここ言ってたやつですか？あれしてないですか？どんな感じですか？なんかボコボコボコみたいな。下って書いてありますね。ちょっと待って。うわ、ちょっとごめんなさい。ちょっと一回トークぶった切っちゃうんですけど。はいはい。僕ね、今日、知り合いとね、うん、昼、電話する機会があったんですよ。はい。その知り合いに、あれ、どこで喋ってんのみたいなこと言われて、なんか泡の音するんだけど、みたいなこと言われたんですよね。ほう、ほう。で、実は昨日の朝まで、とある心霊スポットに行ってたんですよ。そこの心霊スポットが、これはどう言ったらいいんだろう。とある、まあ、住宅地からはそんな遠くないんですけど、急になんか森みたいになってるスペースがあって、そこに人工的な池があるんですね。で、そこに行ったんですけど、そこがもともと僕知り合いが、カップルさんで、そこ、まあ、人工的な池で周りが森なんで、人気が少ないっていうので、まあ、なんかその、ベンチもあるし、まあ、二人きりになりやすくて、日が暮れる時間ぐらいまでいたら、池の中から、
子供が顔出してると思ったらそれがこっちに迫ってきて、最終的には池の一番手前のところが砂浜みたいにいきなり段差になって池になってるんじゃなくて、ちょっとずつ砂浜みたいな感じで池に入りやすい作りになってるんですよね、はい、そこに子供の首から上が出てたらしくて、そう考えると首から上が出てるんじゃなくて首から上がそこにあったんだみたいな話があるんですよ、はい、でその森の中にお顔を上がっていくと、結構上がっていくんですけど、まあ、お堂の跡地があって、そこがかなり荒れ果ててるんですよ、はい、で井戸が埋めてあって、井戸の跡地みたいなのもあるんですよね。でその横にはすぐお墓があってみたいなとこなんですけど、で森に囲まれてるし丘の上だし、なので近くに水場もないし川も流れてないのに、井戸の跡地があるなっつって井戸のことを写真撮ったりしてると、がっつりポチャンって音がマイクにしっかり入ったんですよ。でそれがさっき視聴者の人がそれこそツイッターに上げてくれてて、で僕それさっきそのツイッターで初めて見たんですけど、昼に知り合いに泡の音がするって言われた後にそのツイッター見たから、うわマジでと思ってめちゃめちゃ怖いと思ってたら、はい、今回答口中にポコポコっと落としたからあれこれ大丈夫かなと思って、ちょっとタイムシフトが楽しみですね。ちょっとこれなんかいいっすね。ちょっとね、思ってる以上に怖いです今。ああ、なんかタイミング的に、はい、はい、タイミング的に、はい、そうですよね、こうタイミング的にちょっとそういう流れになってきてるのか、すごいですよね。昨日ですもんね、亜美さん行かれたの。昨日の朝まで、そうですね。はい、うん、わ、確実に亜美さんのマイクからっていうことですよね。いや、きっとこの6人の誰かがお茶を飲んだだけだと信じてます。いやでも、ごぼごぼ、まあ、仮にそうですよね。誰か覚えてんだったらともかくね、6人。え、マジで怖いな。あ、溺れてる音、あ、怖え。いや、だってそんな感じなんですか、ごぼごぼなんて。そっか。溺れちゃったんじゃないですか、本当に。頭だけ出てるっていう。井戸から子供って言ったら、どう考えても落ちてますよね。え、ちょっと誰か、今なんか水槽の中に顔つけながら、海トーク参加してる人とかいないですか？すごい人ですね、それ。クンバカじゃないですからね。いや、でも、アミさんの音の印象的に、はい。そうですね、こうボコボコっていう感じのなんかこう。あ、ですです。はい。ってことですよね。だから、うん、まあ、ケイさんもおっしゃいましたけど、こう、仮に飲んで、たとしてもちょっと違うってことですかね、うん、ああそうかも。まあでも飲んでる人もいないですし、むしろ息を吐き出してる、うわちょっと怖い。今日あれですね、これもし これから先の放送でもやっぱりそれ続くことがあればちょっと怖いですよね。怖いですね。うわ、ちょっとツイッターで僕その方のツイート引用してるんですよ、その ポチャンって音が入った瞬間を、はい、ちょっとよかったら放送の後聞いてみてください。はい、はあ、うわ、このチャンネルですわ。深いチャンネルですわ。飽きないながらぴったりな。いやー、コメントでも聞こえたっぽい人がいるな。あ、なんか何人かの方書いていただいてますよね。そうですね。はい。わあ。ああ、怖い。ちょっとパス1。へえ。まだ聞こえてるじゃん。今なんかしたね。今来ました。今来ましたね。今しましたね。うん、聞こえましたね。嘘でしょ。ここみたいな話。ここですよね。うん。うわ。うわ。なんですかね。
止まってください。え、今みんな喋ってます？あれ？今一瞬消えましたけどね。あれ？なん、え？音消えた、え？音途切れた時にはなってないですか？僕だけ？途切れてます？途切れたようには。でもコメントでも聞こえたっていう。あれ？ん？大丈夫。アミさんの声大丈夫ですよ。アミさんやばい。アミさんやばい。マジっすか？やばいね。ああ、怖い。一瞬今確かに途切れましたね、うん、アミさんの声。うん、うん、はい。いや、僕すごい今、あれ？あ、もっと戻った。いや、僕すごい今途切れ途切れで、はい、皆さんの声がすごいぶつ切りになってたんですよ。え、じゃあ、え、お、アミさんのそばで溺れてるんだよ。おい、ちょ、怖いこと言うんじゃねえよ。言われてくれよ。みんな今日貴重だよ。アミさん最後かもしれないからね、本当に。ちょっとやめてくださいよ、そんな。やめてください。いや、でもすごいっすね。うん。いや、ちょうどアミさんがさっきの水の話した直後ですもんね。こう音がブツブツってなったっていうのを。うん、ちょっと待ってくれよ。あの音、ちょっとあれですよね。水中で溺れてる時の音みたいな感じでしたよね。コポコポって。あ、うん、うん。あの、水の中で聞いてる感じですよね。コポコポ、コポコポって感じ、ね。やばい、ちょっとシャレにならんとこ行ってしまった可能性出てきたな。なんか因縁はもともと聞いてたんですか、そこで大きな因縁的なと。まあその体験者さんの話があったんで行ったんですけど、でも全国的に有名な心霊スポットかって言われたらそんなことないはずなんですよ。あ、危ないんですよ ね、 ね、隠してるこのことありますよね、地元でそういうのって。うん、あんまり人がいてないってことはその分は見られてなかったりして純粋に残っちゃってる。あの横浜の方でね、龍神様の井戸って言われるちょっとスポットがあるんですけど、ほとんど知られてないんですけど、子供が随分行方不明になってるらしいんですよ。で、あの、僕も場所まで知らないんです。あの、大体の場所は聞いて、行ったことのある人から聞いたんですよ。あの、横浜、まあ本当に横浜駅から何駅かのレベルのところなんですよ。で、都心ですね、都心なんですけど、古いんですって、もともとそこはなんか龍神の井戸って言われてて、神隠しの話がずっとあったらしいんですよ。で、そこに行くと子供が行方不明になっちゃうよって話は、まあ、昔話で来たところとかでもあったらしいんですけど、まあ、実際 あったんですって、その井戸って。で、家の最初に行った頃はそののっぱらの敷地みたいなところになぜか井戸だけボコッと残ってたらしいんですよ。で、その後に行ったときは、どっかの家の敷地になっちゃって、もう入れないようにはなってたんですって、あの、フェンスに囲まれて。だけど、その周りは広場だったんで、よくそこで子供たちが遊んだりして、フェンスパーンと越えて、ボールがその井戸の方に行っちゃったんで、フェンス乗り越えて取りに行ったところで、ボール取って、フェンスに向かって帰ろうとすると、気がつくと、井戸のそばにいて、それを延々と繰り返したっていう話がまずあったんですって。その井戸のそばから離れられなくなっちゃったっていう話があったらしいんですよ。うん、気がつくと井戸のそばに立っちゃってるんで、記憶が飛んじゃうんですって、戻されちゃうって形で、それで夜まで行ってなんとか出てきたって話があるのを聞いて、あの、僕の友人が、あの、お化け好きの友人が行ったらあったんですって。でも今そこは本当に住宅街の中にあったらしいんですよ。で、うん、多分あの辺だと思うよ、昔のこと考えるとって、その体験したやつが言ってんで、それに僕の友人とかがついて、あの、坂道を上がってって、まあ、住宅街があって、あそこじゃねえのかなっていうのはあったらしいんですけど、その前も家が建っちゃってて、で、見たら夜だったんで、なんか2階で子供みたいなのが、なんか着物着たような子供みたいなのが、こう洗濯物を、何人かでこう干してるのが見えたんですって。で、大人もいたか、背の高い男、何人かでそう洗濯物してるかなんかで、ベランダの並んでこっち見てたんで、うわーって、なんだよ、俺たちこう、ワイワイ来てるから迷惑があってんじゃねえのって言って、帰ろうよ、帰ろうよって言ったんだけど、で、まあ、井戸だけ見て帰ってきたらしいんですけど、一人がね、あれよ、子供って言ってるけど、時代おかしいぞって、今の服じゃなかったしよ、あれよ、洗濯物干してたんじゃなくてよ、こっちに向かってよ、必死に手振ってたぜって言ってるんです。もがいてる。すごい。
ていうのがあって、で、もともとね、なんか新興宗教かなんかも絡んで、あの井戸がその土地買い取ったんじゃないかとか、そんないろんな話があるみたいなんですけど、龍神の糸で子供が行方不明って言うんだけど、それもしかしたら生贄に井戸の中子供放り込んでたんじゃねえのかなっていう話をしたんですけど、だから神隠しは神隠しなんだけど、もう意図的に子供を放り込んで生贄にして龍神の池にしてたんじゃないかっていうのがちょっと僕はちょっとふと思って話したんですけどね。あっていう、ちょっと話があれ、あの雑になっちゃったんですけど、そういうところがやっぱり井戸で あったっていうのを実際見たっていうのは友人が言ってて、横浜まだあるんじゃないかなと思って、はい、大体のところだとちょっと探ってみたんですよ。なんか神社があったとかいろいろ言ってたんですけど、何があったんですよ。もうど何回か行こうとしたらしいんですけど、その後ねうまく行きつけなかったって言ってたんですよね。でね、その井戸に、うん、井戸って、まあ、家の新興住宅街なんかポツったんですけど、そっちに面した家が全部ね、そっち側はね、入り口がないんですって。道路に面したら裏口でもなんでも、まあね、玄関なり裏口でも作ると思うんですけど、はいはい、そっちの井戸に面した方のね、うん、道路側の家ってね、全部ね、出口がないんですって。っていうところがあったっていう、まあ、これも井戸絡みの話でしたけど。なんかね、子供がいっぱい手を振ってたっていうんですよね。洗濯物上げてると思ったんですって。上にこう何回もこうやってるから、はい、言ってたやつがあれ手振ってたよ、手振ってたっていうか、なんか俺顔まで見えたけど助け求めてた気がするって言って、服装がいわゆる昭和とか大正のその着物だったり、うん、ちょっとかすりとかそっち系だったっていうんですって、うん、そうですね、明らかに現代風の衣装ではないっていうことですよね。それがなぜかそこの井戸のすぐ敷地内の隣か敷地内にあるお家の2階のベランダで子供が並んでたっていうんですよ。2階のベランダで、2階のベランダだって言ってましたね。それで洗濯物干してんだと思ったんですよ、夜中に。あ、ベランダの上だからってことですよね。そうですよ、はい、で、はい、自分らもワイワイしてるから迷惑になって出てきてこっちに睨んでんじゃねえかっていう話だったらしいんですよ。あ、そういう話をね、聞きましたね。怖、うん、なんでしょうね。もともとそこに違う建物があったのは確かでしょうから、その2階部分のベランダに何があったのかですよね、かつては。そうですね。あるいは敷地がどうなってるかって、井戸だけは残っちゃってたらしいんですよね。うんうんうん、うんうん、だからもしかしたら何か別の施設があったのかもしれないし、うん、っていう、今は新興住宅街になってるんです、なってたんです、はい、その時点でも。はあ、なんかこういろんなものがそこの何でしょうね、こう集まってきてる可能性もありますよね。その井戸だったりっていう、なまあいうこうある意味そういう引き寄せてるじゃないですけど。なんかそういう気もしますね。あね、土着の、まあね、その、まあ、横浜でそういうのがあったかどうかわかんないけど、はいはい、ね、左、なんかあるとね、人柱みたいなことをやったりするし、もしかしたら特定の宗教的なところで子供買ってきて放り込んだって話だって、なきにしもあらずですからね、その、まあ、ちょっと。ずっと昔をたどると、やっぱそういう時もあったかもしれないですよね。はい、ね、うん。ちょっと気持ちが悪いんで言ってました。途中から龍神って言ってたのが、いつの間にかお稲荷さんっていう形になってたっていう話だったんです。なんかね、だから書き換えられてるんですよね。それもまたちょっと不気味ですね。不気味ですよね。はい、なんかこう、まあ、ある意味こうちょっと隠そうとしてるのかわかんないですけど、うん、あかねさんどう感じました？校庭で手を振ってた子供の話からずっと子供のお話がずっと続いてると思うんですけど、女の子が並走してたりとか泡の音が聞こえたりとか、その今の井戸のお話も全部なんか子供が見つけてほしかったり助けてほしかったりっていう、何か気づいてっていうやっぱり気持ちが、こうそういう
回につながってんのかなって思ったり、はあ、して、なんかこう、やっぱ子供の頃って、こう、大人であれば誰か絶対助けてくれるみたいな、頼りにしたいっていう気持ちがあると思うんで、はい、だからなんか、気づいてくれた人に、こう、助けを求めたい、気づいて気づいてっていう、なんかそういうのを感じて、ちょっと切なくなりますね。ああ、まあでも僕もちょっと今聞いてて思い出した話があるんですけど、はい。これお話聞いたのは、ちょっとインポートの、家具とか雑貨を、の、ちょっとブランドやってる、まあ女性の方がちょっと知り合いまして、はい。で、その方が昔経験した話なんですって言って、その本人が聞いたんですけど、その方高校の時に仲良かった女友達がいたらしいんですよ。で、二人で、公園かどっかで、学校の近くにある、ちょっと神社のそばにある公園で、学校帰りに遊んでたそうなんですよね。で、二人でブランコに乗って話しながらいろいろ喋ってたら、その神社の境内の後ろ側から、誰かがずーっとこっち見てるらしいんですよね。で、それに途中で気づいたらしいんですよ。で、誰か見てるよ。言ったら、その友達の方が本当だって、二人ともそれ見えてる状態なんですよ。ただ、その子供が今さっきのケイさんの話じゃないですけど、本当に着てるものが、衣装がですね、本当に昔の、ちょっと、汚れた感じの着物らしいんですよ。うん、で、誰だと思ったら、その男の子らしいんですけどね、こっちずっと見てニコ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 笑ってるらしいんですよ。で、この話してくれた方は気持ち悪いと思ったらしいんですけど、その方のお友達の女の子の方は、なんかこう、覗かれたと思ったらしいんですよね。うん、こう、ちょうどブランコに乗ってて、まあ私のスカートなんか覗いたのみたいな感じで、ちょっと怒り始めて、で、ちょっとあいつ追いかけようみたいな感じで、そっちの神社にダーッと走って行ったらしいんです。で、行って、そしたらその男の子が神社の後ろにふっと隠れて、消えたんですよね。で、その友達が神社のところまで行ったときに、神社の裏手、ここに隠れたって言って、裏手にふっと回ったら、その男の子、いなかったんです。で、いなくて、かつ、その場所っていうのが、崖になってて、人がこう、なんでしょうね、それ以上こう隠れる場所のないとこだったらしくて。なので、多分、あの時見たのは、生きてる人じゃなかったのかもしれませんっていう話を聞かせてもらったんですよね。だからちょっとその神社、ちょっと場所はちょっと言えないですけど、まあ、その子が言うのはやっぱりなんか昔、そこでもいろいろ何かあったのかも、みたいな話してたので、ちょっとやっぱこう、いろいろ探ると何かあるかもしれないですね。うんうん。はい。その子ももしかしたらなんか気づいてほしいっていうのもあったのかもしれませんし、うん、はい。井山さん、ちなみに、はい、横浜から数駅、だからその井戸、いや僕今頭の中で必死にその場所どこかなって考えてて、うん、でもちょうど横浜駅から2駅ぐらいのとこにちょっと由緒あるちょっとした山があって住宅街があってお稲荷さんの神社があるとこがあるんで、うん、もしかしたらあの辺りかなとか考えながらちょっとそこは行ってみたいですね、うん、あとでちょっと駅を教えます、はい、あ駅の場所はもう把握してるんですね。ええ、駅名まで分かってるんですよ。ただ子供の話ってやっぱちょっと切ないというか、もともとなんか7歳までは神の子みたいな文化があったりなかったり、うん、それはもちろん間引きであったり生贄であったり、そのお金がなくて生活できなくて病気で死んじゃうとかって、で今出てきた子供たちのお話も多分みんな自分の意思で死んだわけじゃないだろうなっていうのがあるんで、うん、それがずっと思いとして残ってるのかなっていうふうに感じました。うん、なんか切ないですね。ちょっとアミさん結構さっきの水の音引きずってますね多分。はい、僕今日怖いっす。いや今も聞こえた気がするんですよ。え？え？アミさん
今日浮き輪して寝た方がいいよ。なんでやねん。と溺れない物理的な水攻めみたいな感じですけどね。でもさっきからなんか 猫か口笛かっていうのなんかコメントで出てましたよね。ああそうなんですか。そんな音がですか。あれ、うん、なんか猫飼ってましたっけ。口笛の音はね実はさっきから聞こえてはいたんですよ。その亜美さんがゴボゴボっていう前の時に、あ音が聞こえたっていう前に、うん、あ口笛鳴ってんな、あ一瞬ピュッて鳴ったのは聞こえたんです。 2,3 回確かに鳴ってるのは聞こえたんですよね、口笛。うん、で、なんかコメントで見たら、口笛がって言ったから、うん、まあ、口笛か、あの、肺から息が漏れちゃってるかっていう。へぇー。響さんが、さっき神社のお話をされてる時に、はいはい、あの、徳の子、猫の鳴き声のような、甲高い、うん、僕は口笛には聞こえなかったですけど、猫っぽい甲高い、はい、いやーみたいな音は。まあ、ありました、ね、ありました、聞こえました、聞こえました。あのどなたかあのお家に猫飼ってられるのかなと思ってたんで。いやでもこれ僕もこの間ほんと先々週ぐらいですかね、うん、あのまあそれもちょっとたる渋谷のまあまあ渋谷って言っちゃいましたね、ごめんなさい、はい。まあ、ってとある渋谷のとあるクラブでですね、ちょっとまあ理事をする気があったんですけど、渋谷のね、はい、はい、そこにまあ遊び来てくれてた音楽友達がいたんですけど、その彼が、響さん、階段好きでしたよね、僕もこの間不思議なことあったんですって話してくれたんですけどね。それ男性の方なんですけど、家にいて、普通にパソコンかなんかこう、カタカタとなんかいろいろ見てたらしいんですよ。うん。そしたら、彼、まあ、いわゆる自分の部屋のこう、なんでしょうね、こう机に座って、机にパソコンを置いて、で、背後は壁になってるんですよ。うん。で、背後壁なのに、後ろから、猫の声が聞こえたって言うんですよね。で彼も猫飼ってないんですよ。だその時はちょっと気持ち悪かったですって話をしてくれましたね。何それ、はい、だ最初話聞いて、あ猫飼ってるのって僕思って聞いたら、うん、いや猫も飼ってないんですけどねみたいなことをその彼が言ってて、まあ、まあ気のせいかもしれませんけどねと彼言ってましたけど、ただちょっとまあその音の質感的に、うん、自分の背後、その背後壁なんですけど、うん、その距離感的にはもう壁のだいぶ向こうの方からうっすらと何かこっちにあの泣いてるというか、なんかそんな感じの音が聞こえた気がしたんですけどみたいなことを言ってましたね。なんだ、ちょっと不思議ですけども、はい。あの僕はあの鳥なんですけど、これは僕の話なんですけど。はい、九州の作家のお化け作家の友達とスカイプで話したことがあるんですよ。お化け作家、うん、まあ、久田君っていう竹書房なんかで書いてる心霊作家の友達なんですけど、はい、で普通に話してたらなんか、ずっと鳩の鳴き声が聞こえてるんで、鳥の鳴き声がポッポポッポみたいな感じで、はい、で鳥飼ったのって言ったら、えって、いやだってずっと後ろで鳴いてるよ鳥って言って、あのなんか寂しくて飼ったのとか言って、いやあのっていつもスカイプで何回も話してるからそういうノイズが入ったことなかったんで、あのノイズ系じゃなかったんで本当に生の声っぽかったんで、鳥飼と思ったら、うん、いやあの飼ってないんですけど、僕今飼いてるのが後輩の鳩って話なんですよねって、怖いからやめますって言って、あーへー、その日はあの辞めました、久田君と話して、あの、今その後輩の鳩っていう鳥の話書いてるんですわって言って、今日は切ろって言って、真っ昼間でしたよ、でもそれがっちり聞こえたからその聞いたぐらいだったんで、あ鳥飼ったんだ、あ、うん、1回だけでしたね、そんな変なノイズっていうよりも完全に後ろのバックオンだったんで飼ったんだなんでっていうのは、あ、何なんだろうそういうのって。あのほんとちょっとこのほんともちょっと前も同じような感じで、はい、ちょっとねもう長期にわたってずっと未だに終わってない話をなさってる方がいらっしゃるんですけど、はい、その方の後ろで普通にこう女性がこうワイワイ喋ってて、テレビがついてるのかなと思ってたんですよずっと、うん、はい、であのすいませんテレビとかついてますって途中気になって聞いたら、いやつけてないですっておっしゃって、でそう言ってたらその声が止まったんですよ、うんうん、だそれまで普通に
ワイワイ女の人が後ろで賑やかに喋ってて、でもその人がされてる話が2体の女の人形が動くっていう話なんですけど人形がついてきてんじゃないのっていうことで、うわわ、うん、僕前になんかテレビついてるんですかとも怖くて聞けなかった時が一回あって、はい、のとある、まあ、主婦やってる方がいるんですけど、はい、まあ、旦那さんが、まあ、お仕事出ると夕方ぐらいまで戻ってこられないんで専業主婦なんでご自宅におられるんですよ。そしたらあのリビングからドアを開けて廊下を通って玄関なんですけど、リビングと廊下とのなんかそのドアが閉まってるのを確認した上で一度目を離して何気なく音がしたなと思ってドアを見たら20センチぐらい開いてて、そこから何かあのその20センチぐらいの隙間から丸いものがゴトって床に落ちたと思ったら、それこっちを覗いてる女性の顔だったらしいんですよ。うわ、でわーってびっくりしてたら、その姿はなかったんですけどドアは20センチぐらい開いたままだったらしいんですよね。でこれ見間違いじゃないと思うんですよっていう話を僕にしてくださってたんですけど、はい、ずっとその後ろで女性のへへへへへへっていう声が聞こえてたんですよ。うわうわうわ、入ってきてるじゃん。その時はこれどっちだと思っても、はい、いやもしかしたら本当にテレビの可能性もあるけど、はい、聞けなかったですもん、怖くて、はい、怖いっすね、うん、うわ、あの雫さんもそうですけど、そういう話って本当に聞こえるんですね、生の声で。亜美さんも、うん、僕言われたことあるんですよ、今外でカフェですよねって言われたことあるんですけど、そんなに聞こえるもんなんですね、その外から、あのなんか自分以外の声って後ろでっていうのは何なんでしょうね。そうですね、でもやっぱこう、まあ、当然あれですよね、まあ、なんかのノイズだったりもしくは遠くの音がこう、うん、たまたまマイク拾ったって可能性もあるかもしれませんけど、うんうん、なんかそのとって大体わかるじゃないですか、こうなんとなく、うん、あとやっぱタイミング的な話だったり、はい、この話したそのタイミングでみたいな、そうですね、なんかそういうのがやっぱ重なるとやっぱり何かの意図というか、うん、何か伝えたいものみたいなのがあって、なんかその印として音を出してるのかなとこう思っちゃう時もありますよね、うん、こう絶妙なタイミングっていうか、はぁ、はぁ、大丈夫なんだろうか。ちょっと結構へこんでますよね。僕ね、怖い話苦手なんすよ。いや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 。びっくりしますよ。あなた怪談家じゃないですか。喋るのは好きよ、はい。体験はしたくないよね。で水の音といえば、僕この前。はい、ホストの方から聞かせてもらったんですけど、誰に聞いてんねん。もともと北海道でもそういう仕事されてて、今歌舞伎町でみたいな方らしいんですけど、はい、うん、場所わかんないんですけど、青い屋根の家の廃墟があるらしくて、うん、でそこが霊の前なんですって、その廃墟がある場所が、うん、で、はい、ずっとそこ壊そうってことで、ただ曰くがあるだろうってことでお祓いの人呼んだら、一人目は私じゃ無理ですって言ってやめて、二人目の人呼んだら泊まりがけだったらなんとかなるかもしれませんっていうことで、でそこに行ったら泊まりがけの最中にやっぱ無理ですって言って諦めて、いまだに家が残ってるっていう場所らしいですね。で間取りがほぼあの呪怨の家と一緒だって言うんですよ、うん、あの、はい、2階建てで上に3部屋あって下に部屋があってみたいな、うん、で初期の呪怨多分それですかね、はい、うん、でそこに確か7人か8人乗りの車で、うん、6人だけ乗ってそこに着いて、はい、で中入ってもう本当カピカピで乾燥してるらしいんですね。で1階の水回りのとことかも全部見て、じゃあ2階上がるかって上がってって、そしたら
3部屋あるんですけど、一番奥の部屋だけ開かなかったんですって、鍵が閉まってて。でなんだ開かなかったなって思ったら、水回りなんか当然ないしカピカピなのに、その下のところからポチャンポチャンって聞こえるんですって、はい、でこれ危ないってことでみんなバーって出たらしいんですけど、はい、もう一回戻んないかってなったらしいですね。で行きたい派と戻りたい派になって、じゃんけんで負けたやつはもう一回見に行こうってなったらしいんですよ。でじゃんけんで負けたやつが3人いて、でその3人はまた戻ったっていうんですね、その家に。で今度はあんなことがあったけどもう一回家に戻って開けれなかった、ドアを開けようってことで3人でまた家に入って、階段登ってって、さあ一番奥の部屋のドア開けようと思ったら、階段の真下から壺ぐらいのものがガッシャーンって割れる音聞こえたんですって。うーん、危ないと思って一番後ろのやつが真っ先に逃げようとしたんですけど、階段ですからこれで焦って転んだら、その階段の下で割れた破片にバーンってぶつかって血だらけになると思って、冷静になれってことでガーってやってゆっくり降りるぞって降りてったらしいんですけど、その時ドア出る時に確実にさっきポチャンってした水回り気配があって視線感じるんですって。でわーってそのまま出てったらしいんですけど、この6人がすごいのは、こんなことがあったのに心霊スポットをはしごしたっていうんですね。で次の場所がどっかの滝らしくて、そこの公衆トイレで昔焼身自殺があったみたいな。でそのトイレの中で、その焦げ臭い匂いを嗅いだらあのやばいっていうとこだったらしいんですけど、そこはもう有名になりすぎて、もう全くそういう話はあるけど人も多く来てるし体験談もないってとこだったんですね。でそこに6人でまた行って、でも何もなかったなってことで帰ろうとしたら、あれってなったんです。その運転手やつがなんかガチャ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 シフトレバー動かしてるんです。でどうしたのって言ったら、なんか進まないって言ったら、車がゆっくり後ろに進み始めたんですって。危ない危ないと思って、滝ですから結構高いところに駐車場があって、10メートルも下がればそのまま真っ逆さまに落ちるって感じだったらしいですね。それが徐々に徐々に下がり始めたんで、どうしようどうしようってみんなに逃げようとしても逃げれなくて、危ない危ないって言ったら、本当に落ちる手前2メーターぐらいのところで車がやっと止まって、そっから普通に車が運転できて帰れて、もうあんなことがあったから二度と心霊スポット行かなくなったんですけど、車がまだ何人か乗れるスペースあったが、そこに乗り込んできてその家から持って帰っちゃったんですかね、あの焼身自殺の例だと思えないんですよねって話を聞かせてもらいました。へったきかな。あれあれちょっとアミさんアミさんアミさん言っちゃってる。アミさんアミさん、はい、オブラートがバカになってる。すごいですね。あそこのその滝行ったんですけど、はい、それこそ翔平さんと行ったんですけど、はい、あそこすごく作りが道が簡単なんですよ、後から考えたら。なんですけど僕滝行って帰り、あの僕迷子になって、え、ん、気がついたらなぜか僕あのお墓ばっかりに囲まれたところにいて、出口に向かってたはずなのになんでだろうと思って翔平さんに、いや何やってんすかっつって案内されたら、すげえ簡単に出口に出れたんですよ。多分その焼身自殺の人以外にいるだろうなって思います。うわあ、なんか集まるってことなんですかね。ね、今日あれですね、なんかこうリアルな、うん、あのリアルに怖いですね、なんか怖いですよね。はあ、やだ。なんでしょう、こう結構やっぱいろんな方と話僕も聞かせてもらいますけど、うん、なんでしょうね、シンプルにこういうことありましたっていうのが、うん、なんでしょうね、こう結構突き刺さる時があるというか、あのまあそのお話の筋的にはすごいシンプルにこう何か見たとか音聞いたっていうことなんでしょうけど、うん、なんかその方がその時に感じたその時の恐怖感みたいな、うん、なんかそれが割と生々しく伝わって
ってくる時とかもあるんで、はいはいはい、なんか今日なんかそんな印象の話がすごい気がします、ね、ああでもそうかもしれないですね。何、はあ、いヤマさん、はい、なんで一人だけ写真変なんですか。いやちょっと、いいじゃないですか、そこ言わないでくださいよ。アミさん、あなた影響力あるんだから、ちょっと。ないよ。そこに気づくでしょ、みんな。この写真がなんかおかしいってなるでしょ。なんで一人だけ欠席者みたいになってんだろう。指名手配みたいな表情とか散々言われてるんですから。そう、アミさんが言うというか気づかしたからですよ。ふわっとしてたのに。しずくさん、いかがですか。なんかさっき、その滝の話のあたりからまたコポコポ言ってますよね。うーん、へえ、お水、今もですよね。今も、はい、今もですか、うん、聞こえます。え、ちょっと怖いんですけど、うん、僕全く聞こえてないんですけど、はい、僕も今のは聞こえてなかったですね、今のは。え、そうなんですか、はい、え、滝のあたりから一回も聞こえてないです。あれ、え、なんですっごい聞こえますよね。え、マジっすか、すごい聞こえますね。え、そのポコポコした感じのってことですか。うん、コポコポコポコってか、いや、これちょっとあれですね、怖いっすね。あの、昔僕、あの、まあ、みさんもご存知だと思いますけど、あの渋谷のハストバラっていう DJ バーがあって、うん、でそこで僕階段の、まあ、イベントというか、こうそういうのやってた時に、うん、だいぶ前ですけど、あの夜中そこでも何か集まってこうしてたんですけど、うん、天井を走る子供の足音が聞こえたんですよ僕、うん、でそれが本当に子供の歩幅でパタパタパタってこうちょっと歩くような足音が、多分夜中1時か2時ぐらいですかね、して、で僕がふっと上見上げて、え、今なんか足音聞こえましたよねって言ったら、みんな音は聞こえたって言うんですよね、うん、なんか聞こえました、足音聞こえましたねって言うんですけど、全員聞こえた場所が違うんですよ。僕は天井だったんですけど、ある人はいや下から聞こえたっていう人もいますし、いや、ある人はもうこのフロアの奥の、場所から聞こえたっていう人もいましたし、ただ音が聞こえたっていう事実はあるんですけど、なんかそれぞれみんな全然違う方向から聞きましたっていうことはありましたね。だからなんか物理的にどっかで本当の音が鳴ったっていうよりかは、うん、なんでしょうね、こう人、その人によって聞いた場所が違うっていうことなんで、うん、なんか物理的に鳴ったっていうのもちょっと違うのかなっていう話はその時してたんですね。もしそういうことであるならばちょっと怖いですね。とあと、まあちょっと懐かしくなってるんで、ぜひハストバラの時みたいな怪談会やりましょうよ。あ、そうっすね、うん、いや僕もちょっとやりたいと思います。やっぱなかなか今こういう状況下なので、うん、なかなかこうあれですよね、こう、そうですね、こうちょっとこう注意してって形になりますけどね。まあでもちょっと本当に収まったらやりたいですよね。ぜひぜひ、ああいうこうみんなで語り合うその怪談のイベントっていうのも、うん、はい、ハストバラみたいなところで、それこそ最初に山さんが言ってたような怪談の種みたいな話いっぱい聞けましたもんね。そうですね、確かにあそこも、まあ、渋谷の、まあ、DJ バーですけど、結構常連のお客さんだったり、フラッとその日、遊びに来た方とか、もういらっしゃいましたからね。そういうとかこう、うん、いやそういえば僕もみたいな話があると嬉しいですよね、やっぱり、うん、山さんの話は何だったんですか。僕の話は、うん、京都でご夫婦で陶器を作られてる方がいまして、はいはいはい、その旦那さんから聞いたんですけど、うん、京都のだいぶ北の方に住まれてらして、うん、家兼工房なんですね、うん、でその道路挟んだ向こう側、その斜め向かいの家が、うん、人が住んでるの見たことがないっていうんですね。出入りしてたの見たことがないっていうんです。でずっと放置なんですよ、うん、で半年ぐらい前にそこが取り壊されたらしいですね。そしたら場所は場所ですから1坪100万とかする
土地なんですけど、売り地にならないって言うんですよ。なんかずっとあの変な柵みたいなのがあって入るなみたいな感じで、でなんだろうと思ったら、つい最近地鎮祭っていうんですかね、その方が京都で家建てる時もそうだったらしいんですけど、その宇治港地域の神社の人が来て、あのそこに家建てますよみたいなその儀式やるんですけど、そこの土地にとんでもない数の神官というかそういう神職の人が来て、すごい大声でなんかやってるんですね。ただ不思議なのが、その人たち近くの大きい神社の氏神様の神社じゃないっていうんですよ。ん？どこかわからない神社なんですよ。でものすごい熱量でやってるんですね。で明らかに地鎮祭だけではないんです。で調べたらお祓いも同時にやってるんですよ。でなんかそのぐらい壮大なことをやってまた家建てたらしいんですけど、そこもやっぱり人が住んでないっていうんですね。で不思議に思って近所の方に聞いたら、その場所の話を聞かせてくれて、もともと斜め向かいの土地は200坪ぐらいある一家の土地だったらしいんですね。大きいお屋敷があったっていうんですよ。で何かがあったらしくて、その家を壊して土地を売ったんです。でそのもともと土地の地主の人はそのちっちゃい家だけ建ててそこに移り住んだと。それが自分が見てた人が住んでない家だったんですね。じゃあなぜ人がいないかというと、土地を切り崩してみんなに売って自分たちはその隅っこの方に家住んだんですけど、そこに住んだ人たちがみんな死んだっていうんですね。で家が空きになった時に、当然その親戚の方がいい土地ですからそこにわーっと移り住んだらしいんですけど、そこに移り住んだ人もみんな死んじゃったらしくて、でまた空きになっちゃって、でまた遠い親戚の方がそこに住んだんですけど、この人たちは死んだわけじゃないんですけど夜逃げしたっていうんですね。それでずっと家が空きっぱだったと。でその壊して地鎮祭お祓い式やってまた家建てたと。ただこの家もおかしくて、その近くに住んでる大工さん曰く、この家は屋根がどうもおかしいっていうんですね。これはなんか屋根が普通にしたら簡単に壊れるような形になってるけど、あえてこうしてるだろうから理由はわからないっていう家がまだずっと自分の斜め向かい前にあるんですってお話を聞かせてもらいました。にそれ、あ、何それ、全容が全くわからないんですけど、その近くに住んだ近所の方目線だとそういうお話っていうことですよね。あかねさんどう思いました？土地に何かがあるのか、お家自体にも何か起こってしまったのかわからないですけど、そういうお祓いをしても起こる何かってあるのかなって思わされますよね。しかも相当なあれですよね、山さんの話だと、あの、かなりの規模のお祓いといいますか、それだけの神職の人が集まってっていうのもちょっと不気味な気しますしね。本当宇治湖地域にでっかい本当に観光名所として有名な神社があって、みんなそこでやるらしいんですけど、そこの神社じゃないって言うんですよね。え、なんだろう、ケイシさんこれなんだと思います？それってもう人、もともとそのなんていうのかな、人を住ます家じゃねえんじゃねえのかなと思いますね、そんなこといやだからその入るものが違うんじゃねえかなっていう用途が、だからそっちの何近所の神社じゃねえやつ納めた土地、土地をその土地自体を納めるためにわざわざそういう家建てたんじゃねえのかなって、だから人住んじゃいけないんじゃねえのかなって、だからそっち用の侵食が来るってのはその氏子じゃねえ、その土地でもない、なんかもっとこうね、あの因縁深いというか、土地に関して以前のもうそういうのがある、そこにそこの区域はあるから、それ用にそれを封じ込めるとか、それを住ませておくための家を建てて、そこから出ねえようにその全然知らねえところの神職がいてやったんじゃないのかな。だから
その家という体は取ってあるけど、それ人が住んだら間違いなく死んじゃう家で、そもそも人が住むために建った家じゃねえんじゃねえかとか、そういうの気がしたりしますよね。人用じゃない。だからあの家にはある家にはなってるけど、はい、それ蓋みたいなものとか、そこにとにかく押さえとかないと、うんうんうん、あの国単位とか、まあ、国単位っていうのは大げさかもしれないけど、その土地自体がダメ、土地とかその地域全体が何か不具合が出てくる、うん、国家規模のとかの何ていうんですかね、不幸とかそういうものの器の、うん、だから要石みたいなもんぶっ込んでんじゃねえのかなって、そういう感じ、ふたですよね。だそこはだから地域の管轄じゃない、うん、あの神奈川県警じゃなくて警視庁ですみたいな感じの、そのさらに上っていうか、特殊な専門職じゃねえと抑えられねえとか、そういうのじゃねえんですかね、なんか。うん、なるほど。うん、だから手出しちゃいけないところじゃないのかなっていう。僕、そのストリートビューでその家を見せてもらったんですけど、ね、本当に普通の家なんですよね、でも見た目は。うん、うん、結果的にそういう家になってしまった可能性もありますよね。もともと200坪のお屋敷だった時はなかったけど、はい、売ってその隅に家建ててからですからね。そのもともとあった家がどういう風に作ってたかですよね、うん、200坪の、はい、うん、いやだから怖い土地ですよね、確実に死ぬ土地、はい、それも、うん、あのだから人死にがあった事故物件とかそういうレベルじゃないんじゃないのかなっていうような気がします。もうちょっとなんでしょうね、その土地だったりその場所に、うん、結構深くある意味でめいたものっていう、うん、まあ、そんな印象は確かありますね、うんうん、怖っていうかすごいですね。で確かに地鎮祭で収まらない土地ってあるみたいですもんね、うん、知り合いでそのセレモニーの仕事をやってた人間がいるんですが、その地鎮祭とか会社のそういう、やっぱり2回呼ばれた人とかあるって言いますもんね。うん、1回ではもう収まらず、もう1回って、はい、収まらずもう1回っていうのがあったっていうのは、もう理由は何も言わないですよ、もちろん、はい、だけどもう1回同じところ呼ばれたっていうのが、はい、1回2回じゃなくてたまにあるって言ってましたしね。なんか屋根がおかしいっていうのも、もうそもそもその住むように作ってないのかなっていうような気もしますしね。ああ。ああ、そっか。そうですね、うんうん。なんか形だけはちゃんとしてるけど、その業者さんが見たらちょっと屋根が、これは壊れやすい感じで作ってるってさっき山坂おっしゃってたのは、やっぱりどうしてもなんか引っかかりますよね。住むためのお家じゃないのかなみたいな、うん、何かが反対になってるって言い方だったと思うんですよね。だからこれは壊れやすいみたいな、もうそれ技術ですよ、逆にするって何かを受けようとしてる感じで作ってるってことですかね、外から。なんか呪術系の匂いします。そうですね、うん、逆にするってそうですよね、はい、うん、素敵だなそこいやでもちょっと根が深そうな感じしますね、うんうんうん、これしずくさんどう思いました？建物もともと広い土地の中の一角っておっしゃってたんで、うん、本来そこなんか封じてたところで、それをだから知らずにもう全然その封印とかも何もぐちゃぐちゃにしちゃって建てたとか、まあ、だから本当ケイさんが言われてるようなことだろうなと思って想像しながら聞いてました。あー確かに、あーでも忘れちゃってその長い期間の間にここだダメだとか、ここはこうしなきゃいけないっていう人を作って、これちょっと京都行きたいな。大体の場所は教えていただきました。ちょっと何番地何号まで聞いといてもらっていいですか？かなりピンポイントですけどねプライベートばっかり分かりました。ちょっとはい、詳しく聞きます、すごい。でも呪術系の話とかやっぱ根が深いのって怖いっすよね。うん、
いや僕もちょっと今聞いてて思い出したんですけど、はい、あの僕知り合いのちょっと女性の方がいるんですけど、うん、まあ、仮にちょっと A さんとしますけどね、うん、その女性の方が、まあ、地元はまあもともと東京に住まれた方なんですよ。で、小学校の時に、まあ、行ってた小学校あるんですけど、その小学校の、給食室、あ、ごめんなさい、給食を作ってるのがその小学校の中に確かあったと思うんですよね。あったって言ってたんですよね。はい。で、その給食を作っている建物の屋根の上に、これ、物言っちゃうと特定されるんで、これは言わないでって言われたんですけど、その人に。うん、仮に、じゃあ、木の彫り物としましょうか。ほうほうほう、ま、事実は木の彫り物じゃないんですよ。それを言っちゃうと、うん、多分、小学校の給食室の屋根の上にそれが置いてある場所っていうと、もう、おそらく、はい、うん、あの、結構な得意な、結構変わったものが置いてあったらしいので、うん、ちょっとそれ何が置いてあるか、ちょっとごめんなさい、ちょっと今伏せますけど、うん、まあ、仮に木の彫り物しますね、じゃあ、うん。その木の彫り物が、その給食を作ってる建物の屋根の上に置いてあったらしいんですよ、ずっと、入学した時から。で、あれ何なんだろう、あの木の彫り物何なんだろうって、まあ、みんな思っているんですけど、もうずっとそれが置いてあるんですよ。で、それも雨が降ってる日も全然もう撤去もされず、ずっと。で、よく聞いたら、その彼女のお父さんも同じ小学校出身なんですけど、お父さんが小学校の時からそれがあったらしいんですよね、ずっと。うーん、で、昔からその、建物の屋根の上に、その木の彫り物が置いてあるらしいんですよ。で、確かその小学校に長く勤めている先生から、いや、その木の彫り物について一回聞いたことあるらしいんですよね、その A さんが。で、その彫り物は何かというと、もう本当に昔ですね。でも、確か戦後間もない頃とか、それぐらいの時代ですよね。その小学校に勤務してたある先生がいたらしいんですよ。うん、で、その先生が、なぜかずっとその図工室か忘れましたけど、どっかで、その木の彫り物を作ってたらしいんですよね。で、その彫り物をずっとその先生が作ってたんですけど、なんか最初は多分、まあ、その方の趣味か何かでその彫り物を作ってたんですけどね、だんだんその先生がその彫り物を作るのに、ちょっとこう、なんでしょうね、こう、熱が入るというか、夢中になり始めて、その学校、こうですよね、その授業終わって放課後の時も時間があればそこの図工室に入ってその彫り物をずっと彫り続けたらしいんですよ、その先生が、うん、そしたらある時その先生が突然亡くなられたんですよね、うん、亡くなったんですよ。で、その後その彫り物をどういった理由かわからないんですけれども、その給食を作っている建物の屋根にそれを持って行って、誰かがで、そこにずっとそれが置いてあるらしいんですよ。で、普通それ撤去するなり処分するなりするじゃないですか。ただ、うん、歴代の先生、誰もそれをやってないんですよね。うん。もしかしたらやろうとしたりとかいるのかもしれませんが、誰も多分やってないんですよ、それを。で、それがまず不気味だなっていう話はあったんですけど、うん、ただその A さんが、小学校の4年生か5年生の時言ってましたかね。まあ、大体朝、小学校、学校行くとき、時間って、まあ、朝の8時とか、まあ、9時前ぐらいとかになるじゃないですか、普通小学校の、まあ、始業時間が9時ぐらいなんで。うん、ただ、その A さんが、なんかの、確か運動会かなんかの練習か、まあ、一人でなんか、学校の校庭でなんか遊びたかったのか、まあ、何のようだったか忘れたんですけど、いつもより早い時間、朝の6時とか7時ぐらいに、学校に行く機会があったらしいんですよね。で、朝一で。うん、で、学校に着いたのがまだ本当に7時前ぐらいとか、そんな早い時間に着いたんですよ。そしたら、校庭に学校の先生全員が集合してたらしいんですよ。で、何してるんだろうって思いますよね。で、先生たち何してるんだろうと思って、校庭のふっと見たら、先生たちがずらーっと横一列に整列してるんですよね。で、その前に、神主さんがいるらしいんです。で、神主さんと他、その神職というか、その、まあ、神社の、まあ、その、方がですよね、が、ずらーっと並んでて、で、人垣ができてるんですよね。で、よく見ると、その
人たちが並んでる前にあの木の彫り物が置いてあったらしいんです。でもうすごい何でしょうね、その四隅になんかこう木の棒みたいなのを立てて、で中心にその彫り物、あの例の屋根の上に置いてあった彫り物ですよね、それを置いてもうすごい規模でお祓いをしてるらしいんですよね。うん、でそれがちらっと見えたって、でその瞬間 A さんは子供心にこれ見ちゃいけないもんだと思ったらしくて急いで教室に入ったらしいんですけど、うん、まあ、その日以降その木の彫り物は撤去されたらしいんですけどね。ただそんなものを見たことがあるんですが、多分あの彫り物はおそらく相当なんかやばいものだったんじゃないかなっていうふうに思いましたっていう話を聞かせてもらったんですよ。ただその A さんこの話僕にしてくれたんですけど、はい、その木のホルモンにある名前がついてたらしいんですよね、うん、ただその名前教えてくれたんですけど、もうその名前言うだけでも気持ち悪いって言ってましたね。へえ。だからなんかそう、多分あれなんかいわゆる結構根が深い何か人の作った人の念がこもってるものがずっと捨てられずに置いてあったんじゃないかなっていう話をしてくれましたね、うん、はあ、これな、木の彫り物って言いましたけどものすごい言いたいんですけどね僕今、ただちょっとこれは、うん、まあ言いたいんですけど、まあ、ちょっとそこはまあ伏せてほしいと言われたんであれですけどね。何が置いてあったんですか。それはいやいやちょっと危ないとこですよ本当に。流れでいけるかなと思って。本当ありますよね。これなどういうことなみたいなのとか、何この人っていう話も結構ありますよね。しずくさんのその不思議なお話っていうのは何でしたっけ。うん、これカラスさんっていう方から聞いたんですけど、うん、その方はもう子供の時から見えててもうずっと気になってることがあるんで、ちょっと今日聞いていただけますかっていうことでお話ししてくださったんですが、うん、自分の地元、まあ、普通にあの道路あるんですけど、その道路の信号のところに、子供の時からその信号機の上に、なんかいるのが見えるんだって言うんですね。うん、で、顔があって、まあ、目が大きいらしいんですよ。二つ目があって、まあ、目の玉があって、白目の部分がちょっと薄い黄色だとおっしゃってました。なんかグレーがかった半透明の、体も細長いなんか生き物がだいたい2台ぐらい向かってる信号機の上に。で、あのどの交差点にもいるらしいんですけど、だいたい大きな交差点には必ずいる。あんまりちっちゃい交差点にはいないんだそうです。でいつも信号機の青信号の上でこの道路を見下ろしてて、で赤信号に変わると青になった方の信号にジャンプして移るんですね。で一回その事故現場に遭遇したことことがあるんだけど、その事故現場のところで見てみたら、それまでその信号機の上にいたちっちゃい生き物がわらわらわらって集まってて、しかもそのどっから出てきたのかあのたくさんいたらしいんですよ。でこうみんなで見てるんですよ、うん、その事故現場の車の方でしばらく見てて、救急車が来て、で救急車がその人を運んでったらまた信号機の上に戻ったり、その信号機のところから来たやつじゃないやつはどっかに消えていっちゃっていなくなって、ただただそうやって信号機の上で見守ってるんですけど、あれ何なんでしょうかっていう話を聞いたんです。で私はその怖いものじゃないんじゃないですかって、その、ね、現場普通こうそういう事故現場とかによく幽霊出るの聞きますけど、そんな感じではなかったので、うん、見守ってる系なんじゃないですかって言ったんですね。うん、でしかもその信号機ってあの人工物じゃないですか、うん、それなのにそのなんかそういう見守る系のものがいるのってちょっと不思議ですねっていう、そういうお話なんですけど、なんだろう、なんですかね、うん、はあ、まあ、でももしかしたらその信号機っていうと確かに不思議ですけど、うん、あの前誰かにその聞いた話ですけど、どなたかに聞こう聞かしまった話ですけど、よくテレビの後ろに幽霊がいるみたいな、うんうんうん、その方はよくテレビの後ろに幽霊が立ってるのを見るらしいんですよ、うん、でなんでテレビの後ろなんだろうと思ってたら、テレビってみんなが見るものじゃないですか、うん、はあ、
やっぱさっきの冒頭の話じゃないですけど、気づいてほしいっていう思いを持ってるもの、うん、まあ、霊的なものがいるとしたら、やっぱみんなが見るところにおのずとこう集まりやすくなるって話をその人はしてたんですよね。うんうんうん、なのでやっぱテレビみんなが見るんで、うん、テレビの後ろに幽霊がいるっていうのは確かにありえますねってその方教えてくれたんですけども、うんうん、まあ確かにやっぱりこう気づいてほしいと思う存在であるなら、やっぱりみんなが見てる方向にやっぱり集まるっていうのはなんとなくこう納得できるというか、うん、あ、そういうこともあるかなと思いますね。もしかしたらその信号の上っていうのもやっぱみんな見る場所なんで、うん、なんかそういった存在っていうのがそこにふっとこう宿ってしまったっていうのもあるかなって今聞いてて思いましたね。ああですね、はい、うん、テレビのやつあれですね、ライセンスの藤原さんもその話してましたね。そうなんですね、はい、うん、テレビのところに常にいるみたいですね。信号も確かに見ますもんね。そうっすよね。うん、茜さんこれどう思いました？まずなんで青信号の上だけなんだろうってちょっと思って不思議だなって思ったんですけど、うん、そこに何かこう意味があるのかとか、うん、あとちょっとそのテレビの件についてはちょっと私自分のお家のテレビがなんか勝手につく時がたまにあって。え？で、今日はないんですけど、うん、さっき、テレビってスイッチオンにするとパチッって言うじゃないですか。音するじゃないですか。うん。その音がさっきからちょっと2回ぐらいしてたんで、ちょっとドキドキしながらちょっとチラチラ見てたんですけど、なんかテレビ怖くなってました、今。怖っ。え？え？あなた怖いですね。怖いですね。怖いんですよ。一人で。その部屋に今一人でいるんですか？はい、そうです。そこから回答区に参加してるんですか？そうです。好きですね、階段。なんですかね。なんか、不思議なんです。リモコン全然近くに置いてないときに勝手についたりとかするんで、今も全然手が届かないところに置いてるのに、パチッっていう音だけするんで、ちょっとドキドキしてます。でも、回答句終わらないでほしいなって思ってます。今夜は。ねえ。何なんだろうな。ケイシさん何だと思います？いや、きっとね、普段はつけるんですよ、音をしてね、その見えない方が。だけど今、うん、ほら、茜さん出演中だから気を使って音だけして見えないものを一生懸命見てるんじゃないですかね、その中にいる方。あ、回答区やってるから。回答区やってるから、うん、つけちゃうと音乗っちゃうとまずいぞっつって。うん、だからじっと見てるんですよ、待ってるんですよ、終わるの。あ、空気読んでくれてる感じなんですかね。うん、でも、さっきのね、しずくさんの話じゃないですけど、わけのわかんない理屈でわけのわかんないものがいるっていう話、たまに見える方で聞くんですよね。その屋根の庇の上にずっと下見てたまに世界が終わるんだって言ってるやつがいるって話とかね。なんか今市子さんっていう漫画家さんの百鬼夜行書っていう漫画があるんですけど、まあもうずいぶん続いてる漫画ですけど、やっぱり向こうとこっちの話を書いてるんですけどね、よくわかんないものの妖魔的な。でもね、見える人の話を聞くと結構それに類するような話を聞くから、この漫画家さんもしかしたら本当に想像力じゃなくて見えない部分で書いてるのかなって結構一致するとこあるんですよね。変なものがとにかく物理法則に従ってないとかじゃなく、なんか向こうは向こうの理屈で生きてるみたいなものが、いろんなところで、さっきの青信号になると飛ぶってのもなんか面白いっちゃ面白いですけど、なんとなくなんか彼らの法則というか、ね、うん、理屈付けがあるんじゃねえのかなっていうところもあるし、うんうん、なんかそこがやっぱりこちらとあちらの違いなのかなとか思ったりするんですよね。そうですね、うん、で変なものっていうと、さっき神社の話とか、まあ、ちょっと戻ってしてたんですけど、これもちょっと都内 の神社のところなんですけど、はい、友人、まあ、知り合いの方がその神社の前に通りかかったら、うん、一つ目小僧が立ってたって言うんですよ。ほう、それでその一つ目小僧のビジュアルってのが、はい、本当にそのいわゆる お寺の小坊主の
格好なんですって。で、うん、頭も大きくて目が出てて、これわかるかな、昔ケンナオさんがおむすび山っていう宣伝やってたじゃないですか頭三角、ああいう手の格好して舌がベロンって出て目が開いてるんですって。夕方ですよ、夕方、うん、それで、はい、それも昭和50年ぐらいの話じゃないかなと思うんですよ。もしかしたら平成ではないと思うんですけど、50年か60年代の話なんですよ、その方の年齢考えると。夕方歩いてきたら、その神社の前に、こうやって見えないけど、そのおむすびみたいな格好した一つ目ことがポツッと立ってるんですって。で、ドッキリカメラだと思ったらしいんですよ。懐かしいな、作りが、うん、いや懐かしいの、作りがその一つ目こと結構雑っていうか、なんかその生命体っていうか、なんか皮膚感ってあるじゃないですか、ちゃんとリアルなヌメヌメしてるとか、あの人間の皮膚みたいなやつじゃなくて、なんかね、作り物感満載な一つ目こそだったんですって。だから本当ドッキリカメラだと思ったんで、じっと見たら瞬きしたって言うんですよ。でベロッとしたんで、うわっと思って、家すぐ家すぐそばなんですけど、そこ行って、お母さんが一つ目小僧がいたっていう話したら、バカなこと言うんじゃないとは言われなかったんですが、うん、ということがあって、でそこの神社っていうのが、あの後ろに森があるんですけど、ね、その森があって、まあ神社だから森があるんですけど、その後ろに、まあ、アパートを見たのが当時あったんで、今もそれらしい建物あったんですけど、そこに、うん、あの西浦和さんが一時ね、うん、住んでたことがあるらしいんですよ。割と15年ぐらい前、あのそれはちょっと家を建て直すときに仮住居で住んだんですけど、いやあそこの森ねやばいよって、あの神社の行って知ってるけど、あのすごいねざわつくのって言ってて、というような因縁がある神社らしくて、で遡るとその昭和27年ぐらいに、その一つ目小僧を見た方のお父さんって人が神社の前で夜あのUFO に追っかけられたって言うんですよね。うん、まあ、27年ぐらいだから、まだ暗いし、戦後ですから、夜歩いてたらね、ブルーのサーチライトを天井から天井って上から照らされて、追いかけられたって言うんですよ、その手前から。それで森の方に逃げ込んだって話があるんですって。で、当時だからヘリコプターとかないわけですよね、音するし、そもそも。そういうことがね、あるような土地なんですよ。うん、板橋の方ですけどね。僕この間行ってきました。行ってきました。そこすごいですね。いかがでした。いや、森あったんです。あ、そもそもそこの、すぐそばにお寺さんがあって、その森のすぐ近所にお寺さんがあって、うん、そこにいろいろあったって話なんですよ。そことその神社にいろいろあるって、その距離的に言うと50メーターもないっていうか、まあ、20メーター30メーターの世界なんですけど、そこのお寺さんには昔からその住んでた方がいて、あ、いろんな会があったって話聞いてたんで、で住んでた方もいたんですけど、その方が引っ越した後、他の方が引っ越してきたんですけど、あのもう大変なことだったらしくて、もう住めなくなっちゃったんで、今はもう住んでる人がいないっていうようなお寺さんがあるっていうことで行ってきて、その神社を見てきたんですよ。今もそのお寺さん、普通にお寺さんなんであります。そんな大きいお寺さんじゃないんですけど、綺麗にされてはいるんですけど、うんうんうん、そこはそこで、あのまあ、なんですかね、住んでた方曰く、白いカニが出てきて、あの子供だからおしっこ引っ掛けたら、もう高熱出して倒れちゃったとか、で霊能者の方に、ちょっとお前、それ神様だからって言われたとか、あとその家を直してるときに、やっぱりものすごい頭痛が起きちゃって、偏頭痛が起きて、そうしたらやっぱり霊能者の方が来て、今家建て直してて、建て直し途中だから雨どいが壊れてると、で水が滴ってジャバジャバ行ってて、土地がくぼんでる土地があるけど、そこの下には井戸があって、埋めた井戸があって、そこで坊さんが死んでるから、ちゃんと供養しないといけないって言われたんですって。でもそんな話全然聞いてなかったんで、土地の古老って人に聞いたら、なんで知ってんだって、何代かまんで坊主が、あの2代前かなんかの坊さんがそこの井戸飛び込んで死んでるから埋めちゃったんだけど、うん、そこに井戸があったことも場所も覚えてるやつがいないぞ、
よく分かったなっていう話とかね、そういう土地があった、そういうお寺があるんですよ、因縁があったお寺が。で、その土地のすぐそばに一つ目小僧が出たり、サーチライトが起きたり、西浦さんが森がうるさかったって言ったりとかですね、そんなところがあるんですよ。今の並びだと西浦さんも妖怪みたいな言い方です。あ、まあ、そんな感じですよ。そうですよね。西浦さんが出たって言いそうになりましたね。でもね、ずっと行きたかったんで行ってきたんですけど、ちょうどね、うん、感じやすい方は一緒にいたんですよ。で、何人か行ったんだけど、その子、どこだって言わなくていきなり連れてっちゃったんですよね。まあ、心霊スポット行くって話はしたんですけど、どこだって言われてそのまま行ったら、そのお寺の前でうずくまっちゃって、うずくまっちゃったっていうか、具合悪くなっちゃって、ここだけです。で、その後、なったことのない口内炎ができて1週間えらい目にあったって言って、その前にもう一軒行ったんですけど、そこはちょっと兵隊さんが首を絞めに来るっていうマンションに行ったんですけど、すごいマンションですね。そうなんですよ。そこはね、住んでた人に聞いたことがあるんですけど、毎晩兵隊さんが夜になると首を絞めに来て引っ越すまでえらい目にあったっていうところなんですけどね。この話しようかな。ちょっとすみません、そこに引っ越してきたら、はい、そもそも土地が、後で調べたら分かったんですけど、もともと、軍の施設があった土地だったんですよ。うん、それで、そこにマンション建ってるんですけど、その一段下の土地になって、低い土地になってマンションが建ってるんです。5階建てだったから。で、その隣には、公園みたいな施設があるんですけど、そこに、当時、公民館的なものがあったりしたんですよ。公民館なのかな、なんか。で、そこはもともとは、軍事施設、軍がやった時のやつが残ってたんですけど、それを建て直して、今のあたり、今の使えるようにして、まあ、実際今もあるんで、ちょっと名前言っちゃうとはばかれちゃうんで、なんですけど、そこあって、そこの方から毎晩毎晩、兵隊さんが引っ越した当日から首絞めに来るらしいんですよ。うん、その時は軍の施設があるって知らなくて、で、最初は暗い時にずーっと来てるようなギューッと湿ってきたんで、うわっと思って、電気をつけるようにしたと。ただしばらく出なくなったと。で、今度電気をつけても湿るようになったと。で、今度はそのテレビをつけるようになったと。テレビ音だけ、音消して寝たいんで、テレビつけたら出なくなったと。でもやっぱり出るようになって、音をボリューム上げても毎晩毎晩テレビ出る首絞めに来るようになったらしいんですよ。うん、で、ただちょっと家とかの事情もあってしばらくはそこ引っ越せなかったんで何年か暮らしたらしいんですよ。どうしてもしょうがないって言って、うん、ご家族と。で、ようやく出てける日になってその会社から帰ってきたら今までいくら言っても信じなかったお母さんがいやー、あんたの言うこと本当だったんだねって言うんですって。ってのは、最後の日だからちゃんと家を掃除して、きれいにして、ね、不動産に返すんで、ちゃんと掃除して、お風呂場を掃除してたんですよ。そんなに広いお風呂場じゃなかったんですけど、で、そこの風呂場を掃除して、排水口、10センチぐらいの輪っかで、スリットがね、3つか4つぐらいついて、そんな大きなやつじゃなかったんですけど、そこを掃除したら、その排水口の穴からミュッと兵隊さんの首が出てきたっていうんですよ。うわ、生えてきたんで。それでうひゃっとなって、あんたの言うこと本当だったんだねって言って、で、翌日、返して鍵をかけるために、ドアを閉めようとしたら、奥からやっと出てったなって言って。で、そこのマンションが、30何人、何部屋あったのかな、入り口が4階だか5階建てまでの入り口が4つぐらいあったんですけど、僕が何年か前行ったときは、家賃が、ね、10万ぐらいだったはずなんですけどね、で駅から、割と都会の駅から歩いて10分ぐらいで10万ぐらいだったんだけど、あの時点でね、3分の2かけるぐらいしか住んでなかったりしたんですよ。で、特にその兵隊さんが出るって言われたところの並びの階段のところは、半分ぐらいしか住んでなかったりしたんですけど、で、この間行った時に、その
にあの感じる方と歩いてた時に、そのまさに兵隊さんの階段のところ行った瞬間に、あ、ここですねって言われたぐらい、ここダメですって言われたんですよ。うん、だから結構まだ残ってる、あのたまにね、僕不動産情報を調べてその部屋空いてるか調べると結構ローテーション早いでありますよ。へえ、今あの経過したから家賃7万円ぐらいになってますけど、ね、一回ね、あの内覧借りるふりしてね、中入ったことあるんです。不動産に頼んで入って、あの写真撮らせてもらって借りるふりして帰ってきたことありました。うん、うん、今もあのまあ、兵隊さん首絞めに来るかどうかはちょっとね、住んでる方がもういないからあの分からない、住んで知り合いが住んでるわけじゃないから分かんないですけど、そこはあるし、そのやっぱり感じる方言うと、そこの階段のところは一番もう具合悪くなったって言ってましたね。うん、なるほど。うん、来ないんできるし。いやですね、地味に嫌ですね。うん、はあ、どうですか、茜さん、いかがでした今の。いや、首を絞めに来る理由がとか分かんないんで、うん、何の恨みを持ってそんなことをしてくるのか分かんないですし、その口内炎ができるっていうのも、うん、なんかその、まあ、本当に地味に嫌な感じですけど、うん、でもなんかその首を絞められたことによって何かこう影響してっていう感じだったら、すごくやっぱり怖いなって、うん、本当にやっぱり絞められてるのかなって思って、ちょっと怖いですね。うん、今体験者の方からコメント出てましたね。本人今日聞いてるんです。ご本人さんがコメントくれてたんですか。高年痛かったですね。 あそこだけ空気が違いました。これ本人だと思いますよ。今日はあの頭から聞いてるって言ってましたから。いやちょっと怖いこと言うんですけど、はい、お時間です。怖い。いやー、あっという間でございましたけども。あっという間ですね、本当に。さあ、ということで、井山さん、いかがでしたか。いや、あの、冒頭はやっと喋れるみたいな感じだったんですけど、ちょっとさすがに4種類ぐらい音がしたんで、うん、あの、口笛とか、あの、久々に、楽しいよりちょっと怖いが勝る瞬間が多々ありましたよね。そうですね。今日は、うん。でもやっぱ最終的にはもうすごいなんか好奇心煽られる、興味がいっぱいある話できて楽しかったです。はい。いや、井山さん、今月もありがとうございました。いや、とんでもないです。ありがとうございます。新しく始まった YouTube チャンネルも頑張ってください。ありがとうございます。井山緑地の怪談チャンネルというのを始めましたので、よろしければ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、しずくさん、いかがでしたか。はい、あのなんか音が私も怖かったんですけど、アミさんが聞こえなくなって私たちに聞こえ出したっていうのからアミさんが拡散してるんじゃないかなと思って今度は怖いんですけど、あのそれでも楽しかったです。はい、そしたら視聴者の方でも聞こえた方いらっしゃるかもしれないですからね。しずさん、ありがとうございました。ありがとうございました。たけしさん、いかがでしたか。いや本当に今日はあの怖いですよね。あの、うん、今日はね、2階はね、僕の部屋はそうでもなかったんですよ。あの、うん、いつもガタって、でも、その分、あの、ね、ゴボゴボだとか、口笛だとか、猫の声だとか、うん、リアルに聞こえちゃったんで、ちょっとね、怖いですね。まあね、アミさん、これから心配だし、茜さんも終わってからテレビつくかもしれないし、いろいろ、また来月、その経過をぜひ教えてください。アミさん、無事で。会えるといいです。でも本当面白かったです。あの、ありがとうございました。井山さんの話も雫さんの話も本当今日興味深い話いっぱいだったんで嬉しくなっちゃいました、うん、そうですね。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、響さん、いかがでしたか。やっぱ怖いですね。あの何でしょう、それこそ、まあ、今日あのハストバラってね、あの DJ バーがで昔僕が階段のイベントやったとお話も出ましたけど、うん、なんかああいう感じでみんなで集まって階段を喋ってる時も、まあ、当然こう楽しいワクワクみたいなのもあるんですけど、うん、ある瞬間やっぱ、まあ、ちょっとマジで怖いみたいなテンションの時っていうのがあるじゃないですか、うん、なんかそんな瞬間が今日何回かあったかなっていう、うん、感じはしましたね。確かに。はい、ですし、あと
まあ、結構冒頭の方からもあれですけどね、こう子供の霊の話とか、なんかこうやっぱ気づいてほしいみたいな、その幽霊の方がですね、っていう思いってありましたけど、それって当然、こう気づいてほしい、その幽霊、そのお化けっていうか、そっち側の思いの強さがゆえに見えてしまうみたいなケースも、うんうんうん、まあ当然あると思うんですよね。だから最後、ケイさんおっしゃった、その兵隊の霊が首絞めてくるみたいな。で、電気をつけてもどんどん現れるみたいな、徐々に向こうの存在が強くなってくるみたいなケースもあると思うんですけど、うん、逆にこう受け手側の こちら側がその気づいてしまうそのアンテナの何でしょうね、こう受信する力がこう高まってしまうみたいな、うん、なんか多分その双方 その発信する側と受け手側のなんかこうタイミングだったりその波長みたいな、うん、っていうものっていうのはやっぱいろいろ今日出てきた話聞いててもやっぱそういうのがあるのかなと思うんですけど、それを踏まえてさっきの音が聞こえたとか何でしょうね、こうっていう現象というか、うん、なんかそういうのがこう合わさって、なんか途中結構ゾッとした瞬間がなんかがありました。今日はありましたね。今日は、はい、まあでもなんかあいつそういうのも含めて、うん、なんでしょうね、こういろんな感情の振れ幅があるっていう意味でも、うんうん、あの楽しいですよね。はい、はい、なんで今日はちょっとあの満喫しました、僕も。ありがとうございました。いや、ありがとうございます、本当に。はい、さあ、茜さんいかがでしたでしょうか。なんかもう今ただただ終わらないでほしいと思っていたんですけど、終わってしまうんだなっていう。そうですね、電気、はい、テレビついたり消えたりするんですもんね。はい、ちょっとこの後が怖いんですけども。でもなんか今日は本当になんか今いびきさんがおっしゃってたみたいに、こうなんですかね、一つのなんか怖いことが起きたり音がしたりとかもそうですけど、ちっちゃいものがただの不思議な怪謎だったとしても、うん、なんかそれをこうやっぱり点と点をつないで線になった時に、なんかこう謎が解けるような辻褄が合っちゃうような、なんかそういうそこに気づいちゃうっていう、そこの怖さと面白さもあるよなって思って、うん、で全てのやっぱり回にはなんか意味がもしかしてあるのかもしれないってしみじみ思った回でした。はい、はい、この後気をつけてくださいね。はい、わかりました、気をつけます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんありがとうございました。ということでいかがでしたでしょうか、回答句でございますけども、いや面白かったですね。いや今日本当ちょっと怖かったですけど、皆さんのお話もすごく面白くて、でやっぱりね、その一つ一つのお話に、まあ、紐づいていろいろみんなで喋るっていうこのノリがねすごく楽しい。ほんで今なんでしょうね、まあこういう時期なので、僕もあのもともとしょっちゅうやっていた怪談ばかりをひたすら朝まで喋る怪談ご飯会みたいなこともできていないので、この怪トークのこの時間がすごく楽しいですね。はい、ということで皆さん遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。またぜひお会いいたしましょう。そして渋谷怪談夜会11月24日開催、こちらの先行発売がスタートしております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで皆さんありがとうございました。またぜひ来月お会いいたしましょう。おやすみなさい。